ももクロも食ってたラーメン屋。千葉独特の醤油ラーメン。ここから見たらすごい景色が。そうですね。ピント側ね。ドイツ村のすぐ近く。あの光ってるのがドイツ村。俺たちが食ったから。そうですね。入ってくる。誘われてましたね。誘われてる。あ、2台も2台も。ほら。すごい。入ってきてますね。人気ですね。ドイツ村の帰りに絶対危険だろうな。ももクロちゃんが来たみたいですね、うん、ドイツもこいつもどや、ドイツもこいつもドイツ村でしょ。浄土ラーメンですね。浄土ラーメン千葉に来たらぜひ一杯。本当あれ大盛り食えないですよね。食えない。あの老夫婦2人すごかった。大盛り頼んでてですね。チャーシューもすげえボリュームだし、薄かったな、ちょっとなんかちょっとね、はい、で、ああ、ね、うん、濃いめって言えば濃いめにしてくれたかったんですかもしれない。でもあれ以上濃くてもなって感じ。そうですよね、うん、そうするともうチャーシューいらねえみたいな、うん、まあ、B 級グルメって感じだよね。ですね。東京じゃやっていけないみたいな、ね、